エモさんらしくないですね。選手と喋るの苦手なんですよ。立教サンバガラスといって長嶋杉浦元屋敷一級上に有藤道夫さんがいたんで、正義だから長嶋茂雄のアスリートアカデミア学長の岡崎薫です。今回のゲストは球界の大先輩江本武則さんです。エモさんよろしくお願いします。ご無沙汰をしてます。いやご無沙汰はね、だって現場に行って俺は解説だからさ、はい、あのグランドかね、そんなとこしか会えないじゃない、やっぱ球場とかで、はいはい、普段会わないもんね。だってそうですよね。あとこないよね。いやとてもじゃないけど普段会えるような人じゃないですから。いやいや、そんなことないよ。俺なんかもうそこら辺のあの B 級グルメ専門のさいやいやいや、安い飯屋しか行かないから。いやいや、でも江本さんあの直接こうなんて言いますか、同じ組織に属してこう仕事をしたことはあんまりないんですけど、なんかこうやって久しぶりにお会いしても、うん、何かこう江本さんの近くにいるとこうなんか守られてる感といいますかねもう包まれてる感っていうか、もう何を言ってもこう優しく包んでくれるような安心感が不思議とあるんですよ、江本さん。何かこうそういうもの雰囲気って言いますかね。いや今日でもね、はい、巨人系の人は初めてちゃうかな、はい、そうですか。初めてなのよ、はい、あのよそから巨人に来たとかいうのいるじゃない、デーブみたいな、はいはい、ハイルキみたいな顔してるけどハイルキじゃないじゃん。デーブはハイルキみたいな顔はしてないですけどねだから、はい、あのもろ巨人の人ってのは、まあ、これからぼちぼち出てくると思うけど、はいはい、初めてなんだよ。あ、そうなんですか。うん、だから今日は楽しみなのよ、そういう意味で。俺巨人のこう真髄をさ、いやいや、江本さんに楽しみにされると思う。僕はどうしていいかわからない。巨人の中身で、まあ仕事上ほら結局巨人の人相手に俺たちやるじゃないですか、はい、今までずっと、はいはい、だからまあ一応みんなそれぞれ接点というよりも俺のこう仕事の範疇にはみんないたからね。はい、そうですね。まあ今の原監督もそうだけど。そうですね。うん、岡崎もあれだろう、あのコーチ何年やってた。僕は現役終わったんだね。現役は17年で終わって、うん、その後ちょっとこう、まあこの日本放送で日本放送にいたよね、はい、時させていただいたりしながら、うん、それから戻って、うん、ユニフォームを着たのは10年です。おお、10年、はい、あ、その間もだからね、球場でやったり。そうです、本当に球場に、まあ、一軍のヘッドコーチを原さんのもとでさせてもらっている時に、うんうん、よく江本さんにいろんな声をかけていた。いやいや、うん、俺はねどっちか言ったらね、あの選手と喋るの苦手なんですよ。あ、だから今まで多分現役の時も喋ってないと思うんだけど。そうですかね、うん、あのね、あの監督コーチになってからちょこちょこ喋る。いや、選手は江本さんみたいな人と喋れないですよ。いや、そんなことないよ。違いすぎて。いや、そんなことないよ。そんな俺なんか大したことじゃないのに。いや、でも江本さんってなんとなくこうちょっとこうこわもてなイメージがあるじゃないですか。こう接するまではちょっと怖い、近寄りがたいところ、雰囲気があるじゃないですか。でも実際こうやって話してみると急にこうグーッと吸い寄せられるような、やっぱり女性にモテる理由がなんか分かるような気がしましたもん。なんか女系が来ないね、それでは。あ、そうなんですかね、うん、みんな嫌がられるんだよ。実は共通点がある、あるんだよね。え、そうですか。町内会に住んでたじゃない。あ、あの大田区の時、大田区中央で、中央、はい、住んでました。そう、すぐ近所に住んでた、はい、平成、1990年ぐらいですね、うん、平成元年かそのぐらいですね、うん、俺はね、あそこね13、4年住んでたんですよ。江本さんが僕こう坂の上の方に住んでるっていう噂は聞いたことあるんですけど、うん、まあその時あまり面識も、僕現役の選手の時に面識もなかったし、ご挨拶はちょっと行けなかったんですけど、うん、いやいやいや、上の方に、もう上の坂の一番上に江本さん住んでて、あそこにこう斜めにあるマンションで、はいはい、それでこっち側の道路の途中に岡崎家があったじゃん。そうなんです、下の方に、ね、俺はいつもそこを通って、ほんであの下は一応交番があったり、ありました、ありました。で交番の先にずっと先行くと池上通り出るんだけど、はい、そうですその途中に東寿司で寿司屋があって、はい、お兄ちゃんと息子がやってる寿司屋、はいはい、でいつもそこに行ってて。そうなんですか。ほんでいつも話は出てたんだよ、そこでも。でもお会いしたことはなかったですよね。そうなんお見かけしたことはなかったんですよね。あれ会えないよさ、だって全然ほら仕事が違うじゃないですか、はいはい、あの時現役だからさ、はいはい、だからあの界隈で会うことはまあないよね。なかったです。あったの多分僕びっくりしてましたね、うん、いやいや、高知県の出身でいらっしゃるので、うんうん、まあ当たり前のように野球どころじゃないですか、うん、四国の中でも高知って。江本さんいくつぐらいから野球をどうやって。俺ね、やっぱりね、ご多分に漏れずガキの時は巨人ファンだったわけだよ。
で巨人ファンで、なんで巨人ファンかというと、やっぱりあの当時俺が小学生の頃ね、昭和33年長嶋茂雄さんが、はい、立教からこう東京六大学の大スターがね、あの立教サンバガラスといって長嶋杉浦元屋敷っていう、これがもう子どもの時の大スターだったの。でも高知県で、うん、僕、まあ、僕も大分なんですけど、うん、東京六大学の情報も入ってたんですよ。入ってたの。これが野球のね情報ってすごいね。すごいですね。俺が小学生の時よ。逆にまだプロ野球がそんなに盛んじゃない、うん、まああったけど、確かに六大学の方が、うん、全然人気あった、はい、月刊ベースボールとかね、はい、東京六大学とかいう本があったんだよ、うん、であれをねなんかあの見るのと、あとはね映画館でねニュースをやるわけですよ。政治経済スポーツとかいろんなものやる、そのうちの中にね、あの映画が始まる前にスポーツニュースやるわけよ。だそうすると画面いっぱいにあの長嶋さんとかが出てくるわけよ、うん、ブーッと。やっぱ子供の頃にさ、本当はチャンバラ見に来てんだけど、東映のさ、うん、チャンバラ 見る前に長嶋さんのあの格好を見るわけですよ。それでもう野球人気がさ、たったそれだけでもうすごかった。それいくつぐらいの頃ですか？そうだから10歳ぐらいじゃない？10歳ぐらいで、うん、まあ、あの小学校の時に野球は盛んだったんだけれども、今のような少年野球ってないから、うん、まあ、近所の子供が集まって 4,5 年生ぐらいでね、5、6年生までで一緒にチーム作ってね、で放課後野球したりして、で土日になるとあの、隣の町のことバットこの辺ですよって自転車でさ、試合するかなんてね、そんな時代だから。だけどそのやっぱ憧れがやっぱり長嶋さんですよ、うん、それで野球を始めよう、うん、そう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 。じゃあ最初はやっぱりサードとか内野手ですか？サードはやっちゃいけないでしょ、正義だから長嶋茂雄の。だからみんなお前サードなんかやっちゃダメだよってやらさなかったんだよ。ああそうなんだ。ガキの頃それぐらいね、うん、うん、長嶋さんってのはすごかったね。エモさんらしくないですね、うん、なんか俺はサードだって一番先にサードで一瞬思ったけどね、はい、うん、でもそこはやっちゃいけないと思う。でピッチャーですか？ピッチャー、うん、まあ、ピッチャーやったり、まあ小学校の時はほとあんまりその真剣に野球してなかったけどね。それで本格的にやったのはやっぱり中学校ですよ、うん、だ中学校盛んじゃなかった野球？中学校はまあまあ盛んでしたね、うん、僕たちの頃はね、うん、中学野球がめちゃくちゃ盛んだったんですよ。へえ。それでボールもね、あの軟式じゃなくて準硬式ってやつだから、うん、中学からでも外見は軟式なんだけど中身はほら違うでしょ。コンコンカーンってくるからよく顔に当たったもんね、うん、時にで打つと音もカーンって音がするわけ。そうですね、うん、だからあれでスタートして、高知市内の中学校だったけど、なんせクラスが15、6クラスぐらいあるから一つの中学校に。で野球部もゴロゴロいるわけですよ。みんな何やったか分かんないんだけど、でそのうちまあなんかでかかったし、まあ人よりうまいかなと思ったんだろうね自分でも。ピッチャーで最後まあピッチャーで4番だって言うんでね、それで中学大会とかあって、まあ優勝はできなかったけど結構高知県ではほどほど有名になって、一級上に有藤道夫さんがいたんだよ。ああ有藤さん、別の中学校に。はいはい。これがね宇佐中学っつってね、メイドイン USA って書くんだけど、宇佐中学 USA ですね、はいはい、その宇佐中学のピッチャーの4番が有藤さん。有藤さん、で俺学年級下だから、その下に浜村ってやつがいてね、これがこれ後々西鉄から巨人に入るんだけど、この浜村っていうのはその有藤さんが出た後にピッチャーで4番になるわけよ。だからそういうのがねもうゴロゴロいたのその頃、うん、もうその頃もう目標設定はもう甲子園に出られる学校に高校に行って、それで巨人に入りたいと。これが俺らのガキの時の単純な夢だったね。で高知商業ですか？うん、本当高知商業だった。高知って僕はあのイメージの高知商業、高知高校、うん、あとは土佐高校、うん、この3つぐらいがすごい強豪なんだろうなっていうイメージなんですけど、うんうん、やっぱりその頃から高知商業強かったわけで、まあ甲子園回数も一番多いしね。そうですね、うん、まあ、土佐高がのなんか
土佐校のなんか全力疾走が有名になったんだけど、あれ予選の時は走ってなかったんだけどね、甲子園行ったら全力疾走するんだよ時々。なんか四国は特に商業高校が4県とも強いっていうのがずっとあったじゃないですか。そうそう、四国4県、高知商業、徳島商業、はい、松山商業、高松商業、そうですね、で一応4勝と言われて、そうですね、まあ一応昔は有名だったんだけどね。で有藤さんも高知商業ですよね。有藤はね高知高校なの。あ、高知高校なん。じゃあ先輩後輩ではなかったじゃないの、うん、学校は違う。高知高校か、うん、で高知商業は、はい、あの歴代ずっと、まあこれちょっ と話そうけど、ピッチャーが多いんですよずっと。で最近で一番有名なのは藤川だけどね。はい、そうですね。その前が、中西、その前が香取かな。香取さん、香取、はい、俺も高知商業。僕の同級生ぐらいに森っていうピッチャーも多分、森見ていてと、いましたね、森も高知で活躍した、いいピッチャー、はい、あれは阪急に入ったのかな。そうです、オリックスですね、阪急、うん、に入った。今もあの球団職員でいますね。いますね、うん、はい、あと高橋義松さんね。ああ、義松さん、はい、それでそこへ持っていろんな小松さんがいたんだよ、スコアラー。ああ、王さんと王さんと投げ合ったの、はいはい。だ巨人が結構多かったんですね、縁があるの。だからそういう中で、まあ、野球をまあ始まったけど、そのよ、まあでも高知商業の時ね、甲子園がやっぱり行きたかったよね。まあなんかこう問題があって辞退されたって聞きました、うんうん、あ、2年生の夏の大会までは俺も一応あのエースになれたんだけど、四国は2県に1校しか出れなかったんだけど、甲子園に。僕の頃は1県1校だったんですけど、うん、ちょっと前は熊本と中九州大会って言って、あ、熊本と大分で1校です。うん、そうだよね、はい、あのその大会でね、徳島商業と決勝戦でね、あの負けて、それで甲子園に行けずに、あ、その後にあの新チームができるでしょ、1、2年生ので、四国大会やるわけ、はいはい、四国大会の予選まで、まあ、県の予選から、で九州もそうだと思うんだよ、九州大会ですね、うん、九州大会選抜につながる大会、そう、選抜に、はい、決勝と準決勝同士が出ていくのかな、あれ8チームぐらいで。そうです、そうです、はい、それでそれはね、もう軽く優勝したわけ。優勝した、うん、はい、優勝すれば当然選抜ですね、甲子園 3校いけるからね、はい、でも決勝で、もうヘロヘロになったけど、でも、まあ、一応優勝して、優勝した。で翌年あの春の選抜に一番先選ばれたんですよ、うんうん、選ばれて、一応まあその当時は優勝候補だとか何とか言われてね、西の高知商業、東の静岡高校っていってね、うん、静岡高校のキャプテンがね、小田っていうやつだった、ヤクルトの。ああ、小田いたでしょ、スタートボールやって、はい、いました、ファーストか、はい、あの小田がね結構有名だったんですよ。で彼はその後早稲田に行って、大昭和に行って、それでヤクルトに入ったのかな。でそのチームがいて、2つがね優勝候補だったんですよ。周りを見たらさ、堀内や、うん、いるわ、一つ平松はいるわね、もう鈴木啓史はいるわね、うんうん、もうゴロゴロいるわけ、同じ世代が、昭和22年前が。ところがね、堀内はね、あの春の選抜出れなかったんだよ、うん、それから鈴木啓史もね、なんか決勝で予選で負けて、その大会出れなかった、うん、それから松岡弘武とかもいたな、はいはい、うん、なんせ藤田平とかね、福本だとかね、うん、まあとにかくゴロ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 。同じ年代ですか。同じ年代だよ、昭和22年生まれですね。団塊世代の。団塊の世代ですね、うん、それが春の選抜に、夏の大会と春の選抜に一斉で来るわけだよ、うん、まあレベルは高かったんだけど、俺ら優勝するぞっつってね、大騒ぎで。で俺もちょうどピッチャーで4番で、寄付ももらったり、ユニフォーム作ったり、それからもう甲子園の準備全部して、旅館も決めてで、やった途端に野球部員の暴力事件で発覚して、うん、それでその高野連からあのダメだと。で学校に、暴力事件ですか。時代の暴力事件なんだよ、まあ、暴力だって。昔はね、あれ暴力って言ったら誰もいなくなっちゃうんだけど、全部いなくなる、みんな全員いなくなる、はい、だけどそういう発覚するかしないか、しないか、うん、まあ、程度の問題ですね、はい、それで、はい、たまたまなんかね、前の学校のよその学校のこと喧嘩したらしいね。あ、よその高校、うん、中だったらなんとか部内じゃなくて、うん、あ、でそれでなんかあのその大騒ぎして、
まあ、高野連にその話が行ったんだろうね、うん、でやっぱり即も学校が、指導辞退とで高野連が総理を受けて、1年間対外試合一切禁止と1年間だからねじゃあもう夏はもう出れないないだもう終わったそこでもう終わった終わったんですよ野球終わったんですよ野球部解散したの普通は9部じゃないちょっとそうですね解散はないですよね、うん、だ1年間その、うんまあ、休めというよりも9部だとほら練習したりするじゃないですか、うん、だから解散だと練習もできない練習もできない、うん、それで3年生になった途端に、どうしていいか分かんないよ4月の桜の花が散る頃に高校3年生で18でさ歌歌うわけにもいかないしさ1年間できないわけですからね、まあ、どうするって学校行くのもさなんかこう肩身の狭い思いしながら、うん、それまで街の中も偉そうにバーって、ね、歩いてたのにさ、うん、あいつらあの出張停止になって見てみやめてやんな初歩ぐらいで歩いてるぜとかさもう後ろ指よ、うん、街も歩けないですよでもすごいこうなんていうのかなプレッシャーに感じてねだからこの1年間は長かったね、うん、他の例えば他の部に入って活動することもダメなんですか あのね、暇つぶしに柔道部とか相撲部によく行ってたね、うん、嫌がられてたけどね行くとどこより俺強いじゃん、はい、どう考えても強いですねだからあの暇で暇でねいやもう血気盛んな頃ですもんね18歳で体を動かしたくてしょうがない時期にそうなんですよで田舎でしょでもうなんかほら狭いとこだからね、まあ、まあ街の中まあ歩けないしさでも江本さんその年に、うん、江本さんの年からドラフトですよねそうそう、 俺3年生の時ね高校3年ドラフト1期で1期の年ですね、うん、堀内さんと同じ、うんうん、でもその年に西鉄にドラフトされてますよねそうなんですよだから1年何にもやってなくてドラフトされるってすごくないですか、うん、どうなったんだろうねだから1位がねなぜねドラ1が浜村なんですよそので俺がまあ4位だったわけ4位でも俺はもともとねあの行く気はなかったんですよ言ってたんですよ行かないっつってえなんでどこ大学に行こうとしてたんですか、うん、それはなぜかっていうと、はい、まあ子供心にやっぱり純粋に思ったんだろうねその要するにその甲子園で果たせなかった夢は次はどこかって言ったら、うんもうそれは長嶋さんがいた東京六大学しかないじゃない、うん、じゃあ例えばジャイアンツにドラフトされたら入ってます行ってたなあそれは行ってたよそれはそうですそれは長嶋さんのそばへは絶対行ってたねで西鉄を断って、うん、法政大学に、うん、いや実はねその立教系に行ったわけだよ長嶋さんやっぱりあくまでも長嶋さんの後ろ追っかけたよ、まあね、はいはい、はいで立教行って夏の東池袋東長崎のグラウンドへね一人じゃあいいよって言ってセレクションも一人やってもらったんです、はい、そしたら野球部長と監督とか来てそれでピッチング練習しろよって言ってパパパってやってそしたらもう OKOK 君は来てくれるなって、うん、で俺もうそれもうバンバン剤で、まあ、そうそうそうやったぜ長嶋のそばにと思ってで長嶋さんがそのグラウンドの千本ノックを受けたっていう、うん、サードベースのとこグラウンド行ってねベース触りながらさベースっていうかサードのとこ触りながらさここが長嶋さんがここで素直監督に千本ノックを受けてやったとこだと思ってさもう一気に俺の夢がもうグワーッと広がっちゃったわけですよで立教も OK だし、ね、監督も野球部長も来なさいってで田舎へ帰ってさ隣近所で自慢してたよ俺長嶋のそばに行けたぜとか12月頃電話かかってきていや部長さんからやっぱり君江本君君入れられないんで申し訳ないけどうちを諦めてくれって言われたんですよ12月ねそれどうまあその時も世間が恨んだねもう出場停止で恨んでるのにさ、うん、もう人間、またかよ、人間不信みたいな感じですよ、ね、もう人間不信なんてことはないもうあれ頃だからあれ人間がひねくれたんだろうね今の江本を構成してるひねくれてると思いませんけど大元だよね一瞬どうしていいか分からなかったわけだよ俺もう人生真っ暗だ、うん、そしたらなんかね道
たまたま道端にパッと見たら法政の野球部の先輩が歩いてきたんだよ、はい、もう野球部なかったんだよ、野球やってなかったんだけど、でその人がね、お前何してんだって言うから、いやもう行くとこないんでね、困ってるんですけどって言ったら、まあそんなもんお前法政行け法政って、12月にキャンプやってんだから、うん、ね、淡路島でだからそこでテスト受けりゃいいんだよ、行けるよって言って、慌てて学校から連絡してくれたのかな。だからもう大歓迎ですよ。へえ、俺とその浜村と浜村に相談して、お前も西鉄行くの嫌だろうと、こいつも法政行きたかったんです、うん、まあプロ野球でそういうのあるじゃない時々で、そのじゃあ淡路島のテスト受けようよっつって、で一緒に行ったんだよ。行ったらもう絶対取ってくれるわけ、法政がね、もう万歳で来なさいっつってね、で浜村も俺も OK だってね、それで帰ったら浜村だけ行かないって言われちゃって、でどうしたんだよっつったらね、家がちょっと家業がちょっと苦しかったんですよ。でそれをこう思って、まあ浜村はやっぱり俺はね契約金もらって家もちょっと助けたいからプロ行くわって、うんうん、だ家思いで親父思いのやつなんですよね、うん、だ自分の思いと違ったんだけども、いやいやじゃないんだけどプロ行っちゃったんだよね、うん、ドラフト1位だったし、ね、うん、で俺と別れたわけですよ、うん、で俺だけまあ法政がいやいやもうどうどうどうって、それでなんとか助かったわけよ、うん、やっと法政に入れたんだよ。で一級上に、田淵浩一さんがいた、ね、そうですね、法政サンバガラス、サンバガラス、その時はサンバじゃない、一番だよ、田淵さんだけですか、うん、あとの庭は玉広い、でも田淵さん、山本浩一さん、あと富田さん、うん、ジャイアンツの、うん、やっぱすごかった、まあ1年生の時は分かりませんけど、うん、やっぱ4年生の時はすごかった。ほんでね、まあ多いじゃない、野球部とかの人は、でまあ一旦田淵さんだけはもうね、ず抜けてたね、だって22本ですもん ね、だったで俺はねどうだったかっていうとね、やっぱりね1年のブランクっていうのはね、まあそうでしょうね、これ聞くでしょ、はい、野球選手やってないですもん ね若いのを見てたら分かるけど、はい、17、18ならさ1年やってないやつ鍛えてうまくなる、それは無理ですよね。そうだろう、だから俺もねそう思ったんですよ。そしてねちょっとやると故障するわけ、ぎっくり腰になったりね、で肘痛くなったり、最初だから全然出れなかったんですよ。やっとね出れたのは調子上がったのは3年生の3年生から、うん、3年の春のまあリーグ戦だけちょっと頑張れたね、まあ、優勝投手にもなったし、それがあれよ、4年間俺がずっとこいつの陰に隠れたってやつがいるわけよ、結果的に同級生でそれがなんと大分県佐伯角城出身の山中というやつ。ああ山中さん、ああ山中さんと同じですか。あいつ同級生なんだよ山中さん。あ記録を作った人ですね。48勝した。48勝ですか。48勝だもん、4年間で48勝だ。俺6勝しかしてないけどね。え6勝ですか、うん、4年間ですか、うん、だって出てないからほとんど。法政のグラウンドっていうのは、うん、武蔵小杉の今の場所、そう同じ場所なんですよ。同じですよ、ずーっと昔から。そう、法政2校が横にあって、うん、はい、一緒になってでしょ、はい、あれ昔からそうだ、そこフェンスが。なんか田淵さんの伝説とかあります、その時にの。田淵さんの伝説はレフトが、はい、レフトはサッカー場なんだよ。そうですね、うん、はいはい、そこまでポンポコポンポコ飛んでたわ。フェンスなんて要するに球拾いが30ぐらいだからね、高専の時は。はいはい、もうだって100人以上ですもんね、うん、部員が。だから一応そのフェンスの前の球拾いとフェンスの外の球拾いと、もう一つ先の道路の球拾いだ。だからそこまで飛んでいくんだからさ。でねそれもね、まあ、映像的に知ってるかもわかんないけど、こうやって打った時にね、なんかこう軽く持って球がこう来る時のこの速さもあるんだけど、もうこうやって出た瞬間にもうペーンって飛んでいってるよね、打球が。だからこうなんか当たる瞬間のあの速さっていうのは、こう手首のさ強さっていうかさ、まあ、最近こういうの多いけど、多いですね、昔はこういう人多かったよね。多かったですって、ペーンペーンと体でこう回して、そ
この打球のあの速さね、田淵さんなんか一生懸命振ってるっていうよりも軽くパーンって振ってるのに、そうそうそう、飛んでいくような、なんかそんな感じですよね。そうそう、一生懸命ガーンって振ってるような感じあんまりしなかったです、ね、あの人の打ち方は真似できないんじゃない、ちょっと普通の人はやっぱガツッと打たないと、ああいうふうにプーンってこうなんかね、音がねしないんだよね、あんまり音がしない、プーンって飛んでいくんだよね、なんかだってガツンって言うじゃない普通だから、プーンってこうなんかさ、あの人じゃなんで高校からそのままプロ入らなかったんですかね、逆に言えば。高校の時はね確かねレギュラーじゃなかったんだよ。そんなことあるんですか、うん、法政2校でしたっけ。法政1校。あ、1校か、うん、法政1校でね、はい、完璧なレギュラーじゃなかったんだよ。へえ、うん、それもう一人やってた同級生ってやつがやっぱキャッチャーだったんですか。キャッチャー、はあ、まあでも俺が入った時はね俺みたいな体だったんだから、細くてね、それでひょろーっとしてるわけですよ、うん、細かったですよね。細かったですよ。それで時々練習最後にみんなでダービーやったりするじゃない、ダービーって競争したり、はい、やっぱトップだったね、構成で一番速かったよ足が、田淵さんが。もうみんな置いていかれた、山本浩二さんも富士さんも後ろ置いて、俺だってこう3メーターぐらい置いていかれるし。そうなんだ、めちゃくちゃ。俺もそんなに遅くはなかったんだけどね、はい、田淵さんに勝てなかったね。それで肩が強いしね。じゃあ大学に入って急にガッと伸びたっていう感じなんですかね。うん、と思うよね。あれ誰が教えたの。でも1年生というかレギュラーでしょ。1年から、1年からだってオールジャパンで4番だから。高校生の時完全レギュラーじゃないのに、うん、一気にもう何があったのかなと思って。何があったんですかね。まあね、やっぱりこうボーッとしたところが良かったんだろうな。なんかあんまなんか人が良さそうな感じしますもんね。人はいい、人はいい、ね、なんか押しのけていくような感じには見えないですもんね、うん、押しのけなくても、まあ、みんなが外れていくから。あ、それぐらいやっぱ才能がすごかった、あの人の場合は。あ、うん、もう蹴散らされるよね。それでしこう神経使ってるわけじゃないのよ周りに、もうこう悠然としてるから。じゃあ江本さんが今までもこう含めて、うん、一番すごいバッターって、一番って言わないけど、うん、すごいバッターの中の一人で、お一人で入る、入るね。まあそりゃそうですよね、ホームランを取ってる人、だって大学それから4年間さ、はい、やっぱ見てるでしょ、うん、でまあ起死回生の逆転スリーランだとかね、うん、もうこうああいうそのこんなとこでは打てないでしょっていう時に打つんですよ。勝負強かったって、うん、みんなやっぱりこの人はあの星の下に生まれてるよね、星の下にっつって、こんなとこで打てる普通って。サンバガラスって後言われて、はい、ドラフト1位でみんな入ったじゃないですか。みんな1位ですね。で明治に星野さんがいて、はいはい、であの頃、まあ、一級上にちょっとこう有名なねアジアに大橋さんでした、はい、ショートショートの、はいはい、これはすごかったね、この人トートの二十何本って、うん、トートの大橋六大学の田淵ってちょっと言われた。あの頃ゴロゴロみんないたでしょ、うん、でそのうちの天才的にやったのはやっぱり田淵さんで、山本浩二さんの例を言うとね、その山本浩二さんはあれ、広島廿日市高校でピッチャーで4番に入ってるわけですよ、はい、法政に。でどう考えてもあの人も大スターなわけ、田舎でもね、うん、でところが法政入った時はね なぜか合宿場にも入れなかったの。合宿所は 1学年に 7,8 年しか入れないんですよ、本当にエリート集団しか。だからみんなあとは通いなわけ、うん、山本浩二さんもやっぱ通いだったんですよ。で山本浩二さんも通いなんだけど、通いの人ってやっぱりやめるんだよね、うん、どうしても合宿所中心だから。でところがね、やっぱり生き残った人だけがまあ頑張るみたいなところがあって、そのうちの一人なんだね、うん、山本浩二さんは。で1年目もね確かねそんなに練習もろくにさせてもらってない、通いだから球拾いばっかりだったと思うんですよ。で2年目ぐらいの時からね、ちらちらその新人戦とかああいうの出始めて、で3年生になる前に当時の監督がね、松永さんっていう監督が何気なくこう目がいったらしいんですよ。元々ピッチャーだから硬いじゃない、はい、ピッチャー全然ダメだったね、
型がいいし、でちょっと打たしてみろよって新人戦で打たしたら、よそら打つわけですよ、うん、これは使えるじゃないかっつって、それで外野はやれと言って、そこからグワー出てきたんですよ、3年生で。3年生から、うん、でもう一人それに近い人が富田さんなわけ。富田さん、はい、巨人にいた富田さん、はいはい、まあ、富田さんは広告高校から入ってね、うん、それでこの人もどっちか言ったらその通いで、通いだったの、通いだった、入れなかった。だからその時合宿所に、3年生から山本浩二、富田も入れと、うん、で当時の監督がその入れて、それでリーグ戦使うようになって、そこで法政サンマから掴まれるわけです。じゃあ1年生からエリートでバーッていったのは田淵さんだけ、田淵さんだけなんです。本当にエリート田淵さんだけ。後々にその3人はまあそれぞれ特徴があってね、バッティングでも、まあ、田淵さんはホームランバッターだったし、それから山本浩二さんは中距離、富田さんはまあもっとうまいバッティングしてたんだけどね、まあ、そんなことでそのそういう人たちと一緒に大学時代やるわけですよ。それはそれで楽しかったけどね。まあそうですね。江本さんは高校の時は西鉄にこう、うん、あの一応指名されて、でも法政に結果的に行って、うんうん、大学出た時はどうだったんですか、どっかプロの。いや、それでね、4年生の秋に試合に出てないとドラフトされないし、はい、まあそうですね。ところが運が悪いことにね、夏の練習ぐらいの時にちょっとトラブルがあって、うん、で監督さんからまあ排除されたわけで、ね、うん、このお前みたいなやつはいらんと。トラブルですすごい気になりますよ、特にトラブル。いや、それは何でかというとね、なんかね、1年坊をね、なんか4年生かなんかキャプテンかなんかがね、あの仕事を与えたと言って、親が文句つけてきたらしい。あ、まあ、その頃から親が文句つけてくるモンスターがとこがあったんだよ、はい、でそれでね、そのなんか4年生ちょっと練習終わって集まれって言って、集まってたらなんかね、そのこの前しごいたやつは誰だとか言ってね、監督が言うから、でそしたら手を挙げて出てたわけですよ、2人おずおずと。でそいつを説教するわけですよ、お前がそんなことするからね、俺がくれ向けてたまんで、ぐず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 その2人をもうすごい責めるわけよ。で俺なんかもう1年坊なんてそんな相手にしてないじゃないですか。そうですね。いつまでこんなおじくじぐじぐじさ言ってんだろうと思ってさ、でこっちも早く帰りたいじゃない、うん、だしたらなんかね、やっぱあれはダメだね、やっぱプツッとこう一瞬切れる時があるんで、うんうんうん、なりますね。でそれでほんで俺がかき分けてさ、かき後ろに立てたんだけど、かき分けてさ、その二人の横にいて、監督に何言ってんだよつって文句言ったんだよ。ほう、あなたはよく言うよそんなことは今頃はなんつって、俺たちもよくリーグ戦負けたって帰ってきて走らせたりね、うん、いやそのバットでケツバットやったりなんかしてるの何言ってんだよつって今頃ってたらもう怒り狂っちゃってさ、なんだお前つってさ、もうこれどんちゃかよそこで監督と、うん、ですぐ俺も冷静になったよ、あこれはあかん、ユニフォーム着させてもらえないな、うんうんうん、でそれ終わって、でリーグ戦が始まる前の日に食堂にユニフォームをマネージャーが全部置くわけで、うん、みんな取りに行って全部部屋に帰った後に俺が食堂行ったんですよ。でパッと見たら案の定俺の背番号11がないんですよ。あということは入ってないわけです、メンバーに。メンバーに、うん、ああダメだな、これでもう終わったか。その時にすでにもうでもね、6月頃に大学って就職決まるんですよ。そうですね、うん、はい、ほとんど、はい、だから一応熊谷組にね、熊谷組ノンプロに入るあるいはできてたんで、まあ、最後のまあ救ってもらえるとこあったんだけどね、でも内心はあんなは1年ごとにダメになるじゃない、だってプロ入る道はさ。そうですね。だからやっぱり4年終わってバー入りたいじゃない。でその頃はね、もう長嶋さんどころじゃなかったよ、うん、もうどこでもよけどこでもやったらどこでも入れるよ俺よみたいな巨人じゃなくても、うん、あそれでもう巨人どころじゃないわけよ、はいはい、プロアップ級って本当に入れないなと。あそうですね、厳しいよね、高3で出場停止になって以来さ、プロへ行きたかったのにさ、とうとうダメかと。それがそのドラフトのやれ11月頃だったかな、ね、はい、見ても、まあ、俺の名前があるわけないさ。
で仕方ないからじゃあサラリーマンやるか1年で熊谷組に入った、うん、でまあ年最後で頑張ってね、はいはい、まあ、ひょっとしたらもう一回チャンスあるかもしれない、はいはいはい、でもその時思ったらやっぱりね比べてみるわけじゃない自分のレベルを、まあね、どんなもんかさ、はいはいはい、それでやっぱ俺は試合出てないし全然ダメだしねドラフトもされないだろうけどでもあのあいつが何年プロ入ってんのかとかね、うんうん、いやあれもう一回勝負させてくれたら俺ねまあ法政サンバガラスだって俺練習試合で結構打ち取ってんだけどさ、うんうん、これ試合勝負させてほしいなとかね、うん、やっぱそう思うわけだねそれでそういう希望をかすかに持ったけど結局入れずに、はいまあ、サラリーマン生活始めるわけです、うんまあ、サラリーマン やったいや僕は高校からもうもうそのまま入っちゃった、はい、一応フルコース全部経験することになるわけでも結果的にいいですよねいやそう全然いい経験としてはいいですよそれで最初入ったあの野球部がね田無ってあのもう人だと離れたね、はい、西武線 で会社が飯田橋ででその寮もグラウンドもその田無の、 あの松林の中にあるわけよで半端のおっちゃんたちと同じプレハブなんだよねもうその合宿所も、うん、合宿所はでグラウンドだけはあってさでそこであの武蔵野の面影のあるさ、うん、あんなあの松林のこんなとこで野球してさ俺を先もうほんとダメだなと思ったもん、うん、からプロなんかとってもいけないなと思ってね春のね、スポニッチ大会っていうのがあるんだよ3月にありますねあるでしょ神宮であれに出るのにお前ら頑張れと言って俺とね関西六大学から来た久保田っていうのがいてね、うん、この2人があのお前らの次の世代のあれだからっつって一応期待はしてくれたわけで調子は良かったんですよであのスポンジ大会出てて今日は電電北海道と試合するっつってさで電電北海道まあほどほど強かったんですよバッと見てね最初ちっこいこんなバッとこんな長く持ってねこうやってちっこいの出てきたんだよ、うんなんだこいつだってこんなやつがいるならノンプロだと思ってでピューン投げたらカバーン打たれて結局3回打たれたよ、うん、3本連続、うん、それが若松やあ若松さん若松だよあ北海道なんだ若松北海道あるんですよ北海高校から電電、北海道入って、はいはい、でそれまで 無名じゃない、まあ、こっちでは、うんうん、で俺と最初対戦した時にさ、うん、ノンプロもすげえやついるなと思ってね午前中会社なんですよで昼から練習してでその練習してそれで年最後に備えて、まあ、6月頃から予選が始まるんですで7月で8月が本ちゃんだよね、まあ、東京都の予選だからで予選が始まる頃絶好調でね、うん、これでいよいよいけるだろう俺もと思って調子が良くてね1週間後ぐらいから予選が始まるっていう時にお前も一戦目先発せえって言われて、うん、何のことはない歩くと腹が痛いのよ、はい、なんでこんな遺伝だと思ってで医者行ったら君急性盲腸炎今からすぐ手術するから入院しなさいって言われて、うん、それでアウトですよ試合出れなかったんですよ、うん、だからもうことごとく近くまで行くとずっとダメだったんですよ、うんもう世の中は恨んだもんね本当に電信柱見ても恨んだでもまあそういうことってでもありますよねもうねいい加減にしてくれと思ったよね23でしょもう、うん、そうですね大学はいや人生これなんでこうなんだとあそれで仕方ないからまあ腹切ってそれでね都市対抗は予選は一応勝ったんで、うん、都市対抗は出れることになったで最後にやっと間に合ってはい、うん、俺1イニングだけ最後に、まあ、1回戦で負けたけど、うん、1イニングだけ投げてね後楽園球場後楽園だから一応都市対抗のマウンドも一応上がってんだよ俺うんすごいですねでもね、うん、そうやって考えたら1人が2人だ甲子園だけは踏めなかったけどそうなん神宮行って高校野球で甲子園を踏めなかったっていうことなんだ、ね、後楽園行って、うん、甲子園を踏めなかったけどね、うんだから一応フルコースは一通りでもその1年でもうプロですか、うん、いや当時はそれで、はい、秋の三別大会っつってね、はい、これで活躍するとリストアップしてもらえるわけよ、うん、今社会人って2年ルールじゃないですか、うんうん、当時は1年でいけたの大丈夫大丈夫全然ルール大丈夫ですよ、うん、でドラフトがそれで
その秋のドラフトで、はい、かかるかなと思ったらまたかからないわけ、うん、ね、それでこらいよいよ本当ダメだなと思ってね、うんうん、でもう失望ですよ、もうプロ野球はもういけないと思って、うん、1月の終わり頃だったかな、トエフライヤーズから電話がかかってたんですよ、うん、はいはい、でスカウトが2人いて、昔トエって2人しかいなかったからスカウト、あ、そうなんですか、うん、有名な人がねいてね、昔は有名なスカウトが大体仕切ってたみんな、うん、そういう大物の人が、でそのうちの人が電話かかってきてね、で寮行ったら電話出たら「M と君」っつってね、君はあのどうだ、今からプロへ来る気はないかとか言われて、うん、とか言って、まさかほらもう入れないと思ってた、まあ1月ですもんね、1月超えてますもんね、もう全部全員、うん、決まった後で決まって、それで2月1日からキャンプでしょ、でキャンプも間違いなわけよ、うん、で俺はもともとテスト受けてやろうと思ったんだけど、最後のチャンスに、でもまさかね、うん、やっぱり人間の思いっていうのはまあ一つぐらい叶うなっていう、そのいいことなんだけど、それでそのスカウトに、いやもうありがとうございます、ぜひ入れてください、ところがね、会社はそうはいかんだよ、やっぱり1年で取ってるでしょ、うん、で簡単に 1年で辞めてほしくない、あ、熊谷組の方、熊谷組はね、あ、なるほど、で俺も頼んだわけよ、人生ちょっと俺ね、いや偉いさんの常務かなんか偉いさん、いや人生中こうこうこうでね、俺やっぱガキの時から夢は叶えたいと、でこんなチャンスもうないんで、そしたらまあ堂々と言ったら、なんかそりゃそうだね、まあ君よく行ってこいよって言って、頑張ってこいよって言ってね、で熊谷に未だ感謝してます、そんで契約書して書いて、日本橋のあの都営の事務所、はい、球団事務所行ったら職員2人ぐらいしかいないんだよ、ね、もうみんなキャンプに行っちゃってるわけで、2月1日そうですね、球団事務所なんか人出ないとガランと、でそこ行ったら契約書があって、多田さんという代表かなんかいただいて、で君まあドラフト外だからね、まあしかしサラリーマンでノンプロだったから、まあ契約金400万ぐらいでいいだろうって言われて、まあ、これは税金が70万かなんか取られるから330万手取り、年俸120万手取り8万9000円で、これでサラリーマンよりいい あれができるんだから、これで契約せえ、うん、もうお金いいですよ、私入れるんだったらね、もうそんなにいただいて申し訳ないっつって、でサインして、うん、でボストンバッグもと、あの伊藤スタジアムだからキャンプが、はいはい、キャンプ地が、はいはい、でバッグ持って、で ありがとうございます、それで終わりだから入団誰もいねえんだから、あもうユニフォームいるだろうから当たり前ですよっつって、うん、そこら辺の持ってきなさいっつって、カゴの中に2つにいくつか入ってたんですよそんな感じなんですか、そうなの、ほんでカゴの中から俺選ん で49番という番号だったから、まあ、49でいいやと、でバッグ詰めて、それで今からじゃあ行ってきますって、で東京駅まで行って一人で、で東京駅から新幹線に乗って、こだまに乗って熱海で乗り換えて、で伊東線で行って、で東映のキャンプ地に行くわけです、伊東スタジアムホテルって言ったかな、そこにだから高橋義正さんと、はいはいはい、山崎さんという法政から東映に入った人なんだよ、この2人が先輩がいて、はいはい、10畳に10人ぐらいいるんだもん、あの頃は。あ、そうですよね、あだ昔、うん、あそこまあそんなどうでもよかった、もうなぜせんべい布団1枚にお前がここのスペースとか言って、うん、そこに荷物置いて、でそっからそこであの先輩が呼びに来るわけよ夜、うん、俺をね、お前東映入った以上挨拶しとけっつってね、で誰ですかと、張本勲さんだよ、あ、張本さんがいたんだ、張本さんがだって当時のだって、ああ主みたいな、東映のもう主どころ大スターじゃん、はいはい、はい、でまさかあんな人にさ物言うなんて言ったってね、どうやって物言っていいか分かんないけど、まあとりあえずお前入ったらね、今日は挨拶に行け、で連れて行かれて部屋に、10畳ぐらいの時は一人でいるんだよ、こうやって張本さんは一人部屋ですか、一人部屋だ、
もう布団がかんなでかい布団が引いてたからが、俺らせんべい布団10人ぐらい座ってる。プロってすごいなって。あ、プロの差は半端じゃねえな。まあ、まあそうでしょうね。最初それでハリソンがかかって、お前かとか言って、ね、お前か柄本っちゅうなとか、散々俺の悪いことを吹き込んでるわけよ先輩が。あね、あいつはどこ行ってもすぐ喧嘩するとかね、うん、だからトラブルメーカーだみたいなことをさんざん言ってんだろうね、ハリさんに。ハリさんが一発かましてた俺がみたいなことで、ああなるほど。で俺も恐る恐る言ってるわけだよ、せいだしなこれ、うん、いきなりお前やな、と言いきなりお前喧嘩したら誰だろうねとか言って、だって俺喧嘩なんか別に喧嘩するんじゃねえんだけど、いや分かったよはぁ言ってせいだしてさ、うん、で帰りにもうそこら辺のお前段ボールにあるお菓子とか俺は持って帰って部屋に行けって、今日はよろしくお願いしますって言ったのが最初だ、張本さんの。へ、怖かったね。でも怖かったけど意外と優しかった。いや、すごい優しい人、いい人なんだよ。それでみんな俺がその張さんの部屋に呼ばれたっていうのをみんな部屋帰ったらみんな知ってて、みんな固唾を飲んで見てたよね俺よ、うんうんうん、何があったんだろう、うん、そしたら何のことはね、お菓子もらって帰ってきてるからさ驚いちゃったわけよみんな、何だろうこいつと思って、うん、俺認められたんだその時は。なるほど、まあそうやってみればプロ入りした最初に張本さんが、うん、まあ恩人とは言えないかもしれないけど、そうそうそう、サポートをしてくれたんですね、うん、それはね、なぜかって言ったらね、あの3人1組でピッチングコーチは土橋さんなんだよ。ああ、土橋さん。土橋さん、はいはいはい、やばい、逆らうなよ、でもう5、6発みんなやられてるぞ、うん、とか言われて、うん、また怖い顔してんな、あの人は。ですね。うん、それで、あ、知ってるでしょ、まだ、知ってます、あの、あ、ヤクルトの監督だったです。本当に、はい、あの人がね、もうあのピチゴージでいてさ、あの前を見た、お前みたいなやつは遅れて入ってきてね、で、ぐだぐだやってんじゃねえ、早く投げろよ、って振りバッティングに。フリバットに投げたら3人1組で最初出てきたのは大杉勝夫さんだよ、はい、あすごいメンバーですね。28でホームランをやってる、はいはいはい、で2人目が白仁天です。白さん、はい、白さん、はい、3人目が張本さん。あもうその3人がバッティングゲージいるだけでもう足震えたもんな。普通の人間だったらイップスになってますね。あもうイップスよ。いやいやイップスになったんだよそこで。エモさんならないでしょ。イップ、いやだイップスでずっと大杉さんと白さんに1球も入らなかったんです、ストライクは。なんか人の心を持ってるんですね、エモさんは。なんなんだよ一応俺もビビってんだよ俺。いえ、ストライク入るのでもう白さんなんかさ、うん、下にあったボールをペーン投げつけてくるんだよ。昔の人はそんな感じですもんね。バカバカやろとか言われてさ、はあもうこれダメだと思ったところへ、うん、張本さんが出てくるわけだよ、うん、で張本さんはどうしたかって言ったら、俺が投げたクソボール全部打ったね。パンパカパンパカ、そう、すいませんすいませんって言うけど、パンパンパンね、お前のヘラチョコボールなんてお前なんぼでも打てるんだよ俺は、もう打つわけ。やっぱり1枚も2枚も上なんですね。1枚も2枚も違うよ。俺だから尊敬したもんその時。張本さんその話聞いたの初めてですよ、うん、すごいですね。覚えてみんなあの人は覚えてないと思うけど、俺はもう恩義に感じてるからさ、一発目にそれやられたらやっぱり助かるやろ。 でも助かりますよね。張本さんはあのみんなこわもてだなんだって言うけどね、気は優しい人なんだよ。そう優しいですよね。すごい優しい、まあ、向かっていったら大変なんでしょうけど。あ、向かっちゃダメよ。向かっていったら大変なんでしょう。向かっていくやつがいるんだよね最近。怖いよねあれ。 SNS かなんかで張本さんに。危ないですよね。知らないんだよみんな怖いの本当今時のやつはあれだよ。でもその東映ってもう1年目にトレードですか。それで1年間もやったでしょ、うん、でまあいろいろあったんだけど、そうしたら周期練習終わったら突然呼ばれて、はい、何回行けって言ったら、そう1年でトレードなんてあまりないですよね。ないですよ。だって 1年いないでしょ。だって、うん、2月16日に入ってるんだから、うん、ないあ1年いないですね。1年いない。半年ぐらいしかいないです。半年あれだったらスカウトやったら分かるだろ。1年でトレード出す。絶対ないです。絶対ありえないだろ。絶対ないですね。だからあれだったら何だろうね、うん、あれでも誰と交換なんですか何回。いやそれで、トレードって言われた時に、うん、佐野さんという人がサードにいたんだよ。で南海ホークスは高橋宏、さんって言ってね、はい、キャッチャーだった。キャッチャー、はい、だノムさんのあれを脅かすようなキャッチャーだったんだよ。
取引やっちゃうの、うん、それでその出したんだろうね、野村さんが俺の座を脅かすそうだなって。もう野村さんはその時監督ですか？監督出番でキャッチャーのプレイングマネージャー、プレイングマネージャー、あ、だから出したんだ。ホームラン、ホームラン王とか首位打者狙ってる時だから、ノムさんが。でも監督でプレイングマネージャーでホームラン王とやってる時に自分の座を脅かすなんて考えるんですかね、うん、やっぱ考えるんじゃないですか、まあ、そうですね。で結局江本さんと交換、佐野さんという人と高橋とこう交換しようとしたら、ちょっと釣り合いが取れないので誰かつけろって言ったんですよね、あのもう一人、うん、南海の方が、うん、そしたらそういう時ほらスカウトの手にかかってない選手を一番出すじゃない、ドラフト入ってない。あ、なるほど。あと俺が一番そのなんていうの、うん、まあいてもいなくてもいいやっていうのは投影にしたら別にね、うんうん、あまりしがらみがないみたいな、うん、ドラフトもないし、はいはい、あのドラフト外で取ってやった選手だしね、じゃあ江本つけとけよ、それがトレードの真相ですよ。あ、そんな感じなんですか、ね、うん、南海がまた居心地のいいところでね、へ、やっぱさすが関西のそういう空気のあるところですよ。うん、だからまあそれは良かったかもしれないね。で野村がに出会って、野村がもうなぜかまあ俺にお愛想にね、いや俺受けると実証ぐらいするから、まあ、背番号もエース番号つけて、ああしっかり頑張れや。その年16勝したから。16勝ですよ ね、 ね、それは偶然にも16勝できたんだけど、でもまあそれは一つのきっかけだったよね、うん、うん、トレードがなかったら多分投影のままいたらダメだったと思うから。それやっぱ野村さんの力も あるんですか。うん、まああると思うよ、うん、うん、やっぱりあの投げる時にほらやっぱ不安じゃないですか、私は、はい、その実績もないから、はい、そうするとやっぱ野村監督でキャッチャーだしさ、監督でキャッチャーだから調子悪いと変えられるじゃない自分の。はい、そうですね。でやっぱりよく勉強もしてたし、あの人だから野球するのに一番そのなんていうの、納得する人だったよね。だからサインも首振ったことなかった。うーん、まあ振れないですよね、監督ですもんね。まあそれもあるしね、うん、でまあ振らなくても違うとこ行ってたけどね、ボールは。エモさんとんでもないとこ行っちゃうからさ、野村に怒られたよ、お前は打ってこないよボールが。僕ちょっと一つだけこう調べてたら、うん、24ボークっていうのをちょっと、うん、通算でね、プロ野球記録でいまだにあるらしいんですけど、うん、あれね、どういうボークなんですか？あれね、あの突然アメリカからよくあるでしょ、アメリカからルール改正して、はい、すぐアホみたいにやる、あれでね、1秒間停止というのが出てきたんですよ、はいはい、それまで割とこうやって投げてたでしょ。でそれがこうやって完全に止まるまで投げたらダメだ。1秒は長いですよね。長い多分、うん、だからそれを厳格にやるっていうんでね。あ、それですか、これですか、うんうん、ほんでランナー一塁行って、で俺一発クッてやって投げたらボークって言ったんですよ、やっぱり。で何がボークだかなのとかって言って、それでよしくそと思って、次のバッターの初球にクッてやってやったらまたボークって言った。また同じことをした、うん、2球、うん、で、なんだーっつって、で、3人目えいってやったら、またボークって言ったんです。3球連続ボークですか？3球そんな3球連続ボークの2球ボーク連続ボークもないでしょ、多分、うん、そうなのよ、意地の張り合いですね、もうそこまでいったら、うん、だからそういうのがあったり、あともう一つはね、こうやって投げる時にね、俺ボール割と軽く握ってるから、はい、時々膝がポーンとここ当たる時あるんだよ。 ありますね。これが何度かあったね、落として、うん、うん、それがだから重なってボークの記録になってるんだけど、高校の時に4連続デッドボールってのがあるんだよ。だからまあ3ボークぐらいは大したことない。4連続デッドボール、デッドボール、わざとじゃないでしょ？わざとじゃないよ。決勝戦で甲子園のかかってる決勝戦の試合で 1-0 で負けちゃったんだ。4連続デッドボールだったら押し出しですもんね、普通に考えて。そうそう、4人当たる、1点入っちゃうんだよね。いや、1点入っちゃう。何回は何年いたんですか、その野村さん。何回？4年。4年、うん、4年いたけど、まあ、の1年目は、16勝したんですけど、まあ、2年目からね、先発だったりリリーフやったりするわけ。昔はほら9回完投が普通だから、うん、そうですね。だからかといってピッチャーいなくなるとリリーフもやったりしたわけです。で2年目に、優勝したんですよ、うん、
これ巨人相手にね、最後日本シリーズ9連覇の時だ、巨人。だからまあ一足飛びになんかこういい舞台にどんどん上がれたよね、何回で。その4年間最初の野球人生ちょっと苦しかったけど、うん、プロに入って入ってから何回に行ってからがあっていい感じで、うん、でタイガースですよね、うん、いよいよ、4年いたら野村がちょっと前阪神行けって言ってね、でこの前も江夏と対談したんだけど、で江夏はあんまりもう長い歴史を覚えてないんだけど、あの江夏と交換トレードをやるからって言って4対2の数の合わない、江夏さんと交代してるんですか。そうそうそう、トレードは。ああそうです、僕が覚えてます。うん、うん、で阪神に行って、まあそこで田淵さんと出会うわけだ、またね。ああそうだ、だから割とこう巡り巡ったりなんかして、まあ、そういう意味ではね、それの16年やったけども、まあ楽しいことは楽しかった。俺何が一番嬉しかったかって、セ・リーグ行って後楽園球場の巨人戦だ、やっぱり。巨人と対戦して、それでちょうど昭和50年に再開になって、51年から長嶋さんがあの監督になったでしょ、2年目の、はい、その昭和51年に張本さんも東映から巨人来て、そうですね、巨人に、はい、で俺も阪神に入った、51年に。だからその年 の、まあ、最終的には優勝巨人したけど、俺はその時にやっぱり一番最初の後楽園球場 の巨人阪神戦でね、まあ1回の裏マウンドに上がっていくでしょ、で投げながらパッと一塁あのベンチ見たらさ、いるじゃない、長嶋さんが、うんうん、いますね、ケモジャラが真っ青な顔してさ真っ青な顔でかっこよかったよ、投げて敵ながらさ、俺だから蘇るわけじゃない、子供の時から、まあ、そうですね、やっと実現したら、ね、長嶋さんのそばに行くっていうのは、オープン戦で一、二度対戦はしてるけど、でもまさかさ、後、うん、楽園球場だよ、長嶋茂雄監督のが多分ミーティングで俺の名前言ったかどうか知らないけど、おい多少は意識してると思うじゃない、向こうも、うん、そういう、こう空間にいたっていうのはもう嬉しかったね、うんうんうん、そういうのない、そういう思い。あります、あります、あるでしょ、対戦するときあります。僕はあの先ほど相本さん言われた、うん、あの立教のね、うん、大学のこうグラウンドでっていう話をされて、うん、ミスターが千本ノック、僕はやっぱり多摩川に、巨人、多摩川の二軍だったんで、多摩川のグラウンド行ったときに、あ、ここで王さんとか長嶋さんがここで練習したんだ、うん、サードのとこ行ってここで長嶋さんノック受けて、うん、一塁ここで王さんも練習したんだなっていうのはありました、うん、だから玉川っていうのは、はい、うん、ジャイアンツも今はないですけど、うん、まあ聖地なんだろうなっていう思いも、うん、いやそうなの、俺だって、うん、俺があの東映の時ね、まあ、話変えるけど今ついでに言うけど、ちょうど川挟んで、はい、こっち側が東映で、はい、あっち側が巨人、そうですね、玉川、はい、でこっちは電源調布側じゃない、そうですね、東京でこっちはあの新丸子側だから川崎のだから客がもうこっちは2軍でもさ、あ土手にダーッといるじゃない、ね、こっちなんか誰もいないよ、東映の2軍なんかいたって。僕も2軍の時そこで試合してましたよ、もう少し日ハムに変わってました、日ハムに変わってたでしょ、はい、一時ね、だからその時はね、やっぱりね、こっちから見ながらさ、玉川の二軍であそこな、キャンあの実装とかなんとかで、キャ大長嶋さん来てね、まあ、二軍でもこんだけ客が来てんだよとかと思いながらさ、指くわえながらこっちでやってた、うん、で僕やっぱり年代的にあの江本さんより14、15下で、うんうん、あの僕がこう野球をもうちょっと分かるようになった時、やっぱ江本さんは阪神の江本さんのイメージぐらいからなんですよ、やっぱり、うんうん、そのブレイザーさん監督、うん、ブレイザーちょこっとねなったんですよね、うん、ブレイザーさんってどういう監督だったんですか、ブレイザーというのはね、ブレイザーというのはその元を言えば野村野球の懐型なわけです、南海から、そう、南海ホークスの、そうなの、まあ、当時ね、あのパ・リーグっていうのはね、あの2人その野球博士というやつがいてね、で一人はあの阪急ブレーブスにスペンサーという人、スペンサー、はい、これはまあご存知のように、あの阪急はそこまで作った西本さんとか上田さんがみんな、はい、で阪急黄金時代を築いたスペンサーで、何回もね野村さんが呼んできたわけですよ、
うん、当時セントレスカーディナルスのもうメイニル氏と言われてね、アメリカでも野球博士と言われたブレイザーを自分のヘッドコーチに呼んだわけです。だから俺が何かの時はヘッドコーチで野球サイン出してるの全部ブレイザーだよ。そうだったんですね、うん、ブレイザーで4年だから一緒にやってんだよ。それでまあ野村さんが辞めたなんかしてブレイザーも辞めて何回よでしばらくしてる時に阪神にもう一回買われたわけですよ。なるほど。で阪神がそれは最下位になったんで、あの誰かやっぱり野球変えようって言ってブレイザーが来た。だブレイザーの野球ってのはもうシンキングベースボールってもう徹底したね考える野球っていうか、おじさんパリーグの時はもう本当ね大変だったよ、うん、お勉強で。だから野村の要するに野村野球っていう元はもうブレイザーなんですよ。あ、そうなんですか。うん、みんな野村さんが発明したような話してるけど、うん、野村自体の野球はもう全部ブレイザーです、うん、シンキングベースボールっていうね考え方がもう鼻からやっぱり野球理論ですよ。でそれはね野村さんが偉いのはね、阪急がもうずっとパ・リーグのお荷物球団だった、うん、でこれを突然蘇らしたわけですよ。西本さんが来て、で西本さんが来た時に上田さんって、まあ、ご存知のようにあの年原さんね、はい、あの人神大で村山さんとバッテリー組んで、はいはい、神大の総大だったぐらい頭がいい人なんです。だれ28で広島のコーチになったんだ、うん、ね、その上田年原ってあの頭の頭脳とスペンサーの頭脳とそれを西本さんがふんふんって言いながらね、やってるうちに阪急黄金時代が来たわけだよ、うん、すごいもう何部やってもこっちが腹が立つ。でその時に野村さんがなんであんな弱いチームがねその強くなったんだろうと、うん、自分が監督で4番でキャッチャー監督になった時に、うん、やっぱり情報を入れたわけですよ。そしたらどうもスペンサーだと、ということは自分も監督一本じゃとても賄えないから、この自分の足りないところを補えるスペンサーみたいなやつはいないかって言ってブレイザーを呼んできたんですよ。キャッチフレーズはシンキングベースボール、考える野球って言われて、何が考えないなんて思ったんだけどね、やってる時本人は。でも野村さんってそうやったらすごいですね、うん、で監督でありながらヘッドコーチのブレイザーのいうことをこう吸収していったわけですよね、うん、そうそうそう。それでねあのよくベンチでねいるでしょ一緒に、でまあ試合出てるわけだから本人も、うんうん、そうするとねあのほとんどはサードコーチはブレイザーが全部出してたわけ。で最後の1点取る、まあ、スクイズやるとかやらないとかいうような場面だけねパーッと帰ってくるんでベンチに、うん、ほんで野村にどうするっつってね、で野村がそう最後決めるわけですよ、うんうんうん、いやもうスクリーンやらせてくれとかね、いや打たせてくれと、だから OK って言ってベーだから最後の監督の最終判断とはあのゲームを左右する、うんうん、時は野村が聞いてる。それ以外は野村はずっと見てるだけだ。あ、そうなんですか。そうそうそう、自分のサインだし、実質も監督みたいな仕事をゲームをしてたんですね。そうそう、監督だったんです4年間で、うん、まあ癖読むのがうまい、それから状況を読むのがうまい、セオリーはものすごい大事にする、バントだとか、ああいうバントもうるさかったの、うん、そういうの、それからそのバッターに、まあ、サイン盗みじゃないけどもうサードコーチだからこう見てピッチャーの癖見てピッてやるともうまっすぐだとかカーブとかっていうのを教えたりとか、うん、だからそれはスペンサーもやってたから、そういうのですごいあの野球してたんですよその頃、うん、でまあ阪神のエモさんが対談というか引退をされる時の本当に超有名な言葉があるんですけど、まあそのことはまああえてあんまり、いやいや大丈夫ですよ、いいんですか、うん、アホだったもんあの頃いやというのはね、何アホというよりもね、はい、そのやっぱり野球選手だからカッカするじゃない、まあそうですよ ね、はい、その監督ベンチの采配にしてもらうの、うんうん、そういうことがこうあんまりにも重なりすぎてね、うん、でとうとう最後にあのバカだねがっつって言ってしまったんだけど、でもそれはねそれよくよく考えたら俺野村さんに文句言ったことがあるんですよ。野村さんは大体ねあんたその難しいね監督のレベルを上げすぎてると、俺たちはあんたの言う通りやっててねそのレベルを高く見すぎてると、うん、
そこに追いつかない人とか、うん、いますね。ね、あるでしょ、うん、今度ね、どうしてもね、ばかりしてしまうと。だから元家あんたが、あ、ベンチがアホって言ったら張本人、あの人に言ったぐらいなんですよ。だからやっぱりあんだけ俺らやったのに、なんで この人はこのことしかし、これぐらいしかしないのかなっていうのがね、ゲーム中にしょっちゅうあって、ピッチャーだよさ、やっぱり出してもらっていくら、まあ、選手ももちろんそうですけど、バッターに打ってもらっていくらでしょ。そうです、ね、生活がかかってんだから、だから遊びでやってるわけじゃないんだから、だからそんな適当なこと やるなよっていうのは、やってる本人たちはさ、想像以上に、まあ、外から見てその、おもろないとか見てるだけじゃないからね、やってる方がね、うんうん、生活かけてさ、銭かけてやってるわけだからさ、うんうん、関西の中で、僕関西で生活したことないから分からないです、うんうんうん、関西の中でアホっていう言葉はそんな重く、なんか軽い言葉のように、まあ、なんとなく思うんですよね。それはあるよ。そうですよね、うん、そう、なんか軽く言ったことがなんか重く受け止められたみたいなものもあるんでしょう、多分ね、うん、多分。まあ、そのアホにはこう重みと軽みと両方ある両方あるでもね、あの軽めな、そのベンチが上から野球ができへんって言った江本さんだからこそ、どんな野球じゃするんだよ、じゃああんたやってみなはれっていう人がなんでいなかったのかなって。野球ってやっぱエンターテインメントで、うん、あのそういう流れってなんとなく、まあ可能性はまだあるんでしょうけど、当時欲しかったなって一野球ファンとしては思ってました。じゃあ江本さんやればいいじゃん、監督やってみればいいじゃんみたいなのって、みんな、ね、どっかあったと思うんですよ。まあまあね、断ったんですか。いや全くない。あのね、辞めた時に、はい、こういうことを言ってこうやって辞めたら帰れない道はあるなと思ったんですよ、うん、で帰ってはいけない。帰っていけないということはないですよ、うん、いや自分で決めてるわ、自分の中で、うん、それは責任を取ってるわけですよ。だからその現場に帰ろうという意識は全くなかった、うん、で、まあ、自分のやれる範囲は何かなと。これはもう側面から野球に恩返しするとかね、なんか恩返しじゃないんだけど、まあ食材だなある種の お詫びですよ、うん、それはしきれてないけども、まあ、解説しながらも話しても、だから解説もみんな辛口はなんだって言うけど、いやこうあるべきじゃないのみたいな思いが強いからね、うん、ああお前だったらもっとできるのにとかね、もっとこうやったらもっと良くなるのにとかいう思いがあって、こう言うところはあるんだけれども、監督仕事ちょっとやったことあるんですよ、はい、現場でね、はいはい、知ってます。でいろんなのちょいちょいとこうつまみ食いてやったけどね、いや面白いよね。でもあ面白いでしょうね。面白い、はい、そのレベルがあってね、はい、まあ、メジャーは別としてもこのマイナーのレベルやってると面白いね、うん、だから俺はもっとね、スーパースターの人たちがね、もっとそっちに目を向けて やったらもっと野球界で良くなるんじゃないかなと思うけどね、うん、だからなんとなくほら、なんか一軍の監督だコーチだしか俺はやらないみたいなとかあるじゃない。そうですね、うん、だからやっぱり2軍3軍とか大事じゃない、そういうところ。そうですね、うん、そこのところのこう生きがいをね、やりがいとかをやっぱり見つけてほしいなと。もうちょっとこの、まあ、張本さんまでいかなくてもやっぱりスーパースターたちは、俺ね、あの時ね、独立リーグの俺総監督をやってるから、はい、コーチの、はい、で、そういう監督問題とかいろいろあってね、監督誰がいいですか何ですかって一回もう駒田に無理やり連れてった、はいはいはい、だからお前絶対ね復活できるからここで苦労しとけば。あいつ最初嫌がったんですよ、うん、とか言って、いやそうやお前ね、だって今このまま解説やったってなれないだろう監督コーチに、うんうんうん、だからそれだったら一回苦労せえって、こういうところでもう最悪だからって、うんうん、でも、うん、そのステップがある絶対あるよって、うんうん、これはまあ原とも話したけどね、で実際そうじゃないですか。だからやっぱりそういう風な仕組みにならんといかんよね、うん、日本の球界も、ね、はい、だあれ駒ちゃんも今3軍の監督してます、うん、でもいいじゃないですか、そういうステップ、大事なところですもんね。大事なところなんだよ、うん、だからそういう意味で言うとね、まあ、真面目な話ね、野球界はやっぱりね、もうちょっとスーパースターたちがね、例えば海外のタイのナショナルチームなんかの総監督もやってる、ね、そうですね、やってますね、あれもね、やっぱりね、
アジアの野球全体が分かるよね。だからオールジャパン、オールジャパンって今言ってるけど、何をもってオールジャパンって言ってるのかなというのもあったりするわけですよね。それからまあ田舎のクラブチームとかやっても、俺社会人出身だから今はもう逆転しちゃってるわけでしょ、うん、社会人が半分、あの数が半分になってるんだね、そうですね、クラブチーム、はいはい、ああいうのもまあ見てて、こういろいろちょっとずつ携わったけどね、まあ、それなりにもう それ以上刺される限界、そういうものがあるからね俺たちの。まあでもいろ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 なところでこう見られたから良かったと思うよ今思えば。まあ、監督原辰徳研究という本を出版されたりしますけども、うんうん、原監督のすごいところってどこですか。冷たいところだろうね。冷たい、うん、冷たいって非常になるじゃないですか、うん、割り方、うん、だ監督ってその温情だけじゃダメだと思う。ダメですよね、うん、やっぱり非常と感じ、この温情をね、うまく使い分ける、うん、無知と雨みたいな、うん、やっぱりそこのこのバリエーションというかね、そこはね、割り方、うん、いいねっていうのは、うん、結果は全部うまくいかないですよ、うん、うまくいってないけど、その線はちゃんと持ってるかなっていうところが原のいいとこじゃないかと思うんだけどね。2002年から監督やられてますけど、それは徐々にこう、うん、移り変わりってあり、日本坂ってあります、うん、ある。やっぱりあのね、まあ、これはねしょうがないよね、うん、長くやると政治家もそうなんだけど、知事とかね、長いことやるとどうもね、やっぱりダメになってくるんですよ、うんうん、何かやっぱりそういう、こう権力者っていうかね、あんまり長期政権が良くないね、うんうん、やっぱりなんか弊害が出てくる。まあ、チーム状態っていうか、まあ、選手に恵まれる、うん、恵まれないっていう監督にとってはすごく、うん、運みたいなものもあると思うんですけど、原監督長くやってるけど、その中にこうチーム状態が、まあ、選手が力を持ってる時と、うん、今みたいにちょっと過渡期な時と、うん、いろいろやっぱあって難しいとは思うんですけどね、うん、俺ね、時々で原監督はね、やっぱり人を見る目っていうか、すごくこういいんだけど、これはちょっと違うんじゃないっていうのもあるよね。うん、うん、この人事はちょっと良くないんじゃないっていうのはあるよね。うん、うん、だからそれは自分の思いがあるから、うんうん、多分それはあの権力持ってる以上はいいんですよ。やっても自分の好きなようにやった方がいいんですよ。でも旗から見てるとどうかなっていうのはあるよね、やっぱり。うん、今のでも現場の監督コーチ難しいでしょ。難しいと思いますよ。昔と違って。はい、昔と今と違うって言ったらすごい嫌がる人がいるんだけど、まあ違いは違いだから言うんだけど、試合中にねコーチと喋るっていうことほとんどなかったね俺たちの頃、うん、ゲームが始まる前と終わってから反省するとか、試合中に1イニング投げて帰ってきたピッチャーに、うん、横に座って何の話をしてんのかなと思うんですよ、うん、俺気が散るんじゃないかと思うんですよ、うん、ベンチは集中を高めるとこなんで、うん、こういろんなことを言わないと、もう過ぎた3人終わったか話はいいじゃないみたいな、うんうん、っていう感覚なんだけどね俺なんかは。そうですね、僕らの時は、まあ、特にそれピッチングコーチのことだと思うんですけど、うんうん、なかったですね、コーチと話。そうだ、そういえばなかったですね。だからなんで、だって斉藤正樹にピッチングコーチがいちいち横に来て言わないですねないと思うんだよ。流行りなんですかね。流行りなんだ。そうしないと仕事をしてないふうに見えちゃったりとか、ジャイアンツだけじゃなくて他のチームもそれ、うん、もちろん、ね、もう全部そうです、うん、どこの球団見ても、ね、必ずピッチングコーチが出てくるんですよ。確かにそうですね。で今もう1イニング投げた中継ぎのピッチャーだろうが何だろうがね、必ず横来てあれよで、なんか手帳持ってこうやってあじゃらあじゃらって言ってるのが、あれがね、いやあれがいいって言うならいいですよ、別にどうぞどうぞご自由におやりくださいだけど、でもベンチっていうのはね、俺ね、もう一つはピッチャーはね、あの野球を覚えるというよりも何よりも、俺が自分の体験で言うと、ベンチにいて何をしてたかと、多分ね帰ってきたらね、次のバッターを抑える、まあ、次はまあ3番からだとか4番の、まあ、だ次はそうかなっていう程度で、その次はねバッターがヒットを打つかどうか見てたんです、ずっと。
自軍もですか、うん、まあ自分のバッターがこう一番が、うん、でベンチ入ったらこう一番が出てきたと、こいつこの今日の相手のピッチャーね、あれ見てあれだって打つんだこいつと思ってで見てるでしょ。でまあ塁に出ますよね、よしよしよしってヒットだよ、うまいこと打ったな、ね、一塁。その次どこ見るかって言ったらね、サードコーチャー見るわ、うん、どんなサイン出すんだよ次って。お前何するの、なんでここでバントでちゃんと送らないのなんでこのバッターに打たせるのみたいな、うん、打ったら案の定ワンアウトかね、ランナー進まずに終わってる、そうですね、なんでここで送って二塁に置いて3番4番で打たして1点俺が投げてんのになんで1点取らせないんだよって、だそういうのをこう見てるわけですよ。でさっきも采配、さっきもこれ打たしてダメなの、何やってんだろうな、もちろん口には出さないよでも監督とかベンチの采配をずっと野球を見てるんですよ、うん、あそんなピッチャー今いないですよ、うん、昔でもみんなそうだったよね、終わり方自分とこの采配にすごい関心があったよね、まあ、もしかしたらあったかもしれないです、僕らも斎藤とか、うん、まあ、牧原桑田の時代は言わないけどね、言わないけどピッチャーもそんなことありましたね、うん、だからそれを3人投げて帰ってきた反省会をここでピッチングをやってうち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 やったところで、うん、違うだろうと、まあそうですね、うん、っていうのはご時世じゃないから、うん、今は横へ来てコーチがこんなこと思って、うん、この前ゴルフやったらね、岡本綾子がね怒ってたね、セカンドであのゴルファーがトーナメント打つじゃないですか、でセカンド行くと必ずこうやってなんかこうやって出して、こうやってやってるの、あれをものすごく怒ってたね、怒ってるっていうかね、何やってんでしょうねなんて、自分で 目で見たら分かるでしょ次のところ何持って打ったなと、うーん俺ちょっと通じるものがあるなと思ってね、うん、やっぱりね、うん、今はね流行なんですよあれ、うん、持ってきてあのキャリアと一緒に、うん、こう書いてこうずっと見てね、芝目がどう芝目のところで見た方がプロだから見ろよみたいなさいちいちこっちの芝目は何だったっけなんて、あそれ で打ったら入る、打ったら入られんじゃないまあ今そういうのは主流ですよね、うん、だやりすぎてる感があるよね、もうちょっとこうだから監督コーチになった人もさ、もう一回こう原点に帰るっていうかね、で俺巨人はねやっぱりねやっぱ原点に帰らないとダメだと思う、うん、体の鍛え方からだけど、うん、で一番肥満児が多く見えるもん、うん、ブヨッとした人が多いねって巨人が、もうちょっとさ顔べっそりしてからすごいねっていうような顔したやつが欲しいよね、なんか、あなるほど、みんなぷっくりするもんね、うん、あれ栄養が行きすぎてんのか、うん、食い物がいいのか俺もなんか教えてほしいわなんかまあ最後にですね、うん、人生100年時代あと江本さん25年間、うん、何かやり残していること、あるいはこうやってほしいこと、あのまあ、野球界の提言でもいいです、プロ野球界が、うん、まあ、今子供を含めて野球人口がちょっと減ってるみたいなところも含めて、うん、あのプロ野球界が今後、まあ、どうやって原監督なんか DH でやったらいいとかいろいろ提言されてますけど、江本さんは最後にその辺をちょっと江本さんの考えみたいなものをお伺いできたらと思ってます。いやあの今見たようにいろんなまあ問題はあるんですよね、はい、やっぱりもう一回原点に変えるべきだと思いますよ、うん、全てがピッチャーは9回完投してみたいな、うん、1、2番が出て技術で塁作ってね、で本当の野球ゲームっていうか、うん、クリーンアップが起死回生のホームラン打ってとかいう、そこにそういう原点のところにどうやって帰っていくかっていう、もうなんかごちゃ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 もうそのテクニックばっかり走っちゃってね、うん、セイバーメタルクスかなとか今、うん、やったりその数字を出したり回転数がどうなるかあるでしょ、うんうんうん、あれアメリカ、トラックマンとかですね、うん、ああいうのねアメリカでね、うん、みんな不人気になる原因の一つなんですよ、うん、でしょうね、あれ見て面白くないもんね、別にだからどうしたって、2000回転がありましたってよく画面の横に出てくるけど、ね、あれ自慢げに出てくるけど それがどうしたのって、だからそういう人はそういう人用のものをやればいいんですよ、やっぱり野球を見させるための原点はね、やっぱり打って投げて走ってを見たいわけでしょ、うん、お客さんもだ子供にもやっぱり野球は打って投げて走ってだよということをこう原点をねやっぱりちゃんと
もっと会社やるのが一番いいんじゃないかなと思うんだけどね。なんか人間と人間がやってる戦いの中になんかあまりにも機械的なものが入ってきすぎているような感じはなんとなくしますね。それがなんか最先端のような、うん、そうそう、僕はただ単に入りでしかないと思うんですけど、うん、いや、そうなんだよ、うんうん、やっぱりそれで成績上がればいいよ。4割バッターが10人出ましたとかね、うんうん、50勝投手が1人出ましたとか、変わらないですよね。全然超えないじゃん、数字を。変わらないですよね。確かにそうですね。俺たちの頃よくね、うん、なんかそれはまあ昔はそんな時代ですからって、ああそう、じゃあ山本浩二さん、衣笠さん、大長嶋さんって大したバッターじゃなかったのっていう話になるわけでしょ、うんうん、俺らがだいたい平均10完投ぐらい年間するわけでしょ、うんうん、200イニングぐらい毎年投げて、いやそれはその時代はそんな程度だレベルでしたよみたいなことを言うやつがいるって、ということはあの頃のバッターはろくなバッターいなかったっていう話だ。そんなことありえるないですよね。その時代時代はそれは若干は違いますけど、その時代時代でトップな人はやっぱ素晴らしいなと思いますけどね、うんうん、そしたらあと10年後になったら今の選手も大したことなくなりますよ、ね、全然大したことないみたいなバッターだってもうパ・リーグなんか3割バッター2人しかいないんだからね、今年だって。それをピッチャーが良かったとか言うけど、単純にピッチャー良かったじゃダメだよね。バッターなんでダメなの、パ・リーグは、うん、打つのが特徴なのに、うん、でそういうところはやっぱりもうちょっとね、違う方へ行かないようにしてもらいたいですよね、うん、まあいつまでもエネルギッシュに野球界のためにこれからもいろんな提言をしていただきたいと思います。いやいや、もうあっち行きたくないんだ。あっち行ったら野村はいるわ、星野さんはいるわさ。あっちってどこですか。衣笠とかあっちの方よ。いや、まだ行けないですよ、うん、いやだからあれは結構いいことした人しか早めに行けないです、うん、そうなんやな。じゃあ俺らなかなか入れてくれない。なかなかまだ修行しないといけないですよ。いや、うっかり行くとなかなか楽させてくれないですよ。まだあっちで嫌がらせ受けてさ、いじめられそうで俺しばらく行けねえなと。あの人たちがもう一回こう後世で帰ってきた頃に行った方がいいです、うん、そうだよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。